トマス・ロバート・マルサス、トマス・ロバート・マルサス、トーマス・ロバート・マルサス、1766年2月14日から1834年12月23日は、イングランドのサリー州、ウッドン出身の経済学者、古典派経済学を代表する経済学者で、過少消費説、有効需要論を唱えた人物として知られる。 父は弁護士で、植物学者のダニエル・マルサスで、啓蒙主義者である。彼は、ジャンイコール・ジャック・ルソーや、デイビッド・ヒュームと信仰があり、マルサスの少年1766年に自宅に、ルソーとヒュームを待ちしている。マルサスの名前の由来は、モルハウス、爆画製造所、つまり、ウィスキー工場とされている、ジョン・メイナード・ケインズ、JM、ケインズ人物表伝75ページより、 その第二子として生まれ、家庭教師から指導を受け、また父からもきめ細かな教育を受けた。18歳で、ケンブリッジ大学、ジーザスカレッジに入学し、数学と文学を学び、1788年に卒業した後、キリスト教室児を目指して、勉学に励んだ。その間の1796年に、危機を表した。出版はしなかったが、これが、 最初の著書となった。1793年、母校のケンブリッジ大学、ジーザスカレッジにて特別研究員となり、1805年には、東インドカレッジ、通称ヘリーベリーカレッジの教授となった。経済学の教授の任命は、イギリスでは、初めてのものだった。1798年に、匿名で小冊子の主著人口論を表し、この中で、 企画休数的に増加する人口と、産術休数的に増加する食料の差により、人口過剰、すなわち貧困が発生する。これは必然であり、社会制度の改良では回避され得ないとする見方を提唱した。マルサスは、ドイツ、スウェーデン、フィンランド、ロシアに滞在し、その国の人口を観測し、自説の補強に力を注いだ。そして、 人口論第2版を1803年に出した。この版には政治経済に関する重要論文が追加されている。このようなマルサスの考え方を非難する者も多数いたが、一方名声も大きなものになり、三次世間で最貧困層を救おうとする考えを摩擦主義とも言われるようになった。経済学者として認知されるようになり、 1803年には新しく設立された東インド外社附属学校の政治経済学教授の職につき官僚の育成にあたっている。1810年に俯瞰紙幣に関する論考を、1814年には小麦法の効果についての考察、1815年に時代の性質と増加についての調査などを表している。 1820年には、デビットリカードの経済説に反論した、経済学原理、小林と木三郎訳中、岩波文庫上下を表した。日本語訳書では、マルサス北欧旅行日記、小林と木三郎、西沢多元役、未来者、2002年及び、マルサス学会年報、マルサス学会編、1991年から2006年度版、2008年10月刊行。 お松堂、出版15冊がある。マルサスは、東インド会社カレッジの教授として修正務め、保養地のバースで没したのは1834年12月29日で、ある。その間、人口論を改定するなど、執筆活動を旺盛に行った。マルサスの思想は、経済学の上では、人間理性の啓蒙による、理想社会の実現を主張するウィリアム・ゴドウィンやニコラド、 コンドル性の批判とも位置づけられる。人口論は次のような命題につながる。人口の抑制をしなかった場合、食料を不足で餓死に至ることもあるが、それは人間自身の責任でありこれらの人に生存権が与えられなくなるのは当然の子である。戦争、貧困、飢饉は人口抑制のために良い。これらの人を社会は救済できないし、 救済すべきでないとマルサスは考えた。これらマルサスによる生存権の否定は、ジャーナリストのウィリアム・コベットなどから人道に反すると批判を受けた。人口を統計学的に考察した結果、予防的抑制と抑圧的抑制の二つの制御装置の考え方に至ったが、この思想は、後のチャールズ・ダーウィンの進化論を強力に支える思想となった。 特に自然淘汰に関する考察に少なからず影響を与えている。すなわち、人類は英知があり、地味泥の生存競争を回避しようとするが、動植物の世界にはこれがない。よって、マルサスの人口論の通りの自然淘汰が動植物の世界には起きる。そのため、生存競争において有利な個体差を持ったものが生き残り、 子孫は有利な変異を受け継いだとダーウィンは結論たので、ある。またマルサスは、旧品法について、貧者に人口増加のインセンティブを与えるものであり、貧者を貧困に留めておく効果があるとし、全身的に排出すべきであると主張していた。ジョン・メイナード・ケインズはマルサスについて、もしリカードではなく、マルサスが19世紀の経済学の根幹を、なしていたなら、 今日の世界ははるかに懸命で、富裕な場所になっていたに違いない。ロバート・マルサスは、ケンブリッジ学派の始祖であると評価している。マルサスの罠は、ハーバーボッシュ法による窒素の化学肥料の誕生や、カリン酸石灰によるリの化学肥料の誕生により、克服された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。